今度の週末は休みそうだね。週末はお盆だし、こっちの手伝いがいいですよ。ねえ、僕くん、酪農のお仕事、おおよそどんな感じか分かってきましたか？その質問ってさ、はい、まるで僕くんがこの家の跡取り候補みたいな感じじゃない？では、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。昨日の晩の残りのカレーがあったね。美味しそう。そういえばさ、持ち物今何個持ってんだ？わ、ラジオ体操全然や。ヤバタン。甘くて美味しいミルク味、キャラメルなんだ。冬物ものもある。食べる食べる食べれるんだ。食べたらどうなるの？お菓子めっちゃ持ってんじゃん。ガラス玉1個。レンガ4つ。あと1個か。え、あと1個レンガどこだろう。どっかにあるんだろうな。どこにあるんだろう、あと1個レンガ。わかんねえなー。お、卵あるじゃん。卵いただきまーす。ここ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 。おばちゃん、ニワトリの卵を取ってきたよ。どれどれ。じゃあこれは明日の朝ごはんに出してあげるからね。おざます。ボクくん、今日の晩ごはんは何でしょう。ヒント、町や地方が変わると味もガラリと変わります。え、なにそれ。イカ飯スペシャル、ラーメン、アジフライ、ラーメン。じゃあ当たるか外れるかわかんないけど、楽しみにして待っててね。はーい。ここのさ、ここの上ってなんだっけ。何もないんだっけ。見れるだけだっけ。あ、見れるだけか。おじちゃんたちっていっつも忙しそうだね。うん、いっつも忙しいよ。どうしよっかな。おばあちゃんとこも行きたいけど悩ましいな。日中のこっち行ってみるか。学校誰もいない。びっくりした。あ、やばい、時間が無駄に過ぎていく。
昼間に来るのは初めてだね。それって僕の友達になってくれるってこと？かわいいな。墓地とかにあるわけじゃないしな。あと一個どこにいるんだろうな。あれ、どんぐりだ。どんぐりだ。どんぐり発見。何かいるかな。やったね。カミキリムシだ。やったー。ノコギリカミキリ。初だ。初ゲット。何かいるかな。ここにあんのかな、もしかして。草すべりでさ、まださ、いまだに、あれもできてないんだよね。この上、あの上、あの上行けるのかな。なんもねー。ただ最速で滑るだけだった、こっち。そうか。そうか。やっぱりあれか、レンガはどっか違うとこか。なんだ。おーい、ちゃちゃ、出ておいで。あ、ちゃちゃからレンガとか。地面にどんぐりを置くと、すぐにエゾリスが木から飛び出してきた。そうか、この木の中にリスの巣があるのか。リスがいつかね、チャチャがいつかレンガを持ってくるとか。うわ、誰かいる。誰。君も肝試し受けたの？うん、やられたよ。去年は私だったんだわ。お化けが？被害者が、だよ。じゃあ僕らは肝試し被害者同盟の二人ってわけだね。君ってものすごく難しいことを言うんだね。まあね。私、はるみって言うんだ。はるみ？そうよ。めぐみとはるみ？なんか文句ある？ありません。君って、内地の小学生なの？そうだけど。私、来月高校の修学旅行で内地へ行くよ。高校生なんだ。まだほとんど他の県には行ったことないから、すっごい楽しみなんだ。え？なんで行ったことないの？あ、中学の修学旅行で青森には行ったよ。でも内地に行ったのはあん時だけなんだわ。なるほど。兄弟か。こらクソガキ、何すんだよ。ごめんなさい。今度やったら結婚してもらうからね。あら、ここ触ってちゃダメなんだ。あーらら、棚がここに入ることなかったからちょっと焦った。ごめん、ほんまにごめんな。ごめんなさい。ねえ、お姉ちゃんって毎日働いてるの？そうだよ、一人でやってるんだから私の勝手だろ。ねえ、なんで日曜日も休まないんですか？今年はカレンダーをもらい損ねたからだよ。カレンダー、なるほど。釜の火がついてる限り休んでも燃料代はかかるから、休むのって意外に勇気がいることなんだわ。なるほどね。なんか YouTuber みたいだね。動画毎日、動画とか生配信とか毎日やってるけど、やめちゃうと怖くなるみたいな。まあちょっと違うんだけどさ。
さてと、今日はどんな用事だべさ。よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。まあ難しいんだけどな、この中から作るの。フキの葉に はぐれた牛が雨宿り。木の葉にはぐれた牛が雨宿り。これはなかなかの出来栄えだな。いい出来栄えなんだ。名付けて雨の情景。さて採点は75点。やったー。夏、国道沿いの店で売っている露地物のスイカのようなたくましさが感じられる一句だべさ。やったー。なかなかすごい。見直したべさ。次回また精進して頑張るようにな。はーい。ん、また何かよっかい。よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。お願いします。ありがとうおじさん。なんもさ。レディ。何かいるかな。何もいないのか。レイ君が来年から通う中学校ってどのくらい遠いところにあるの？大体25キロくらいかな。毎朝7時には家を出なきゃなんないね。すごっ。うちは麦を作ってるって言ったけど、麦を取った後の茎の部分を麦の殻って言うんだ。うん、あれは緑んちの牛小屋で使ってる牛の根わらにもなんだわ。へー。ネタがないってこと？そう、まったく俺みたいに根性のあるナイスな作物だぜ。せやな。女の子の遊び知ってるの？うん、そうだよ。ゴム飛びしよっか。どのくらい難しくしよっか。ちょっと早く。じゃあちょこっと早くやるからね。はい。タンバリンの音に合わせてリズムを取って丸ボタンを押すんだよ。はい。せーので、はい。スイカはやっぱり美味しいぞ。種種どこまで飛ばそうか。食べれるところは赤いぞ。皮まで食べたらキリギリス。ちょこっと間違えた。ちょこっと失敗したけど、なかなかやるじゃない。もう一回やろう。もう一回できる気がする。ゴム飛びしよっか。あ、間違えた。ゆっくりじゃない。ちょこっとゆっくりやるからね。タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押すんだよ。1、2、3、はい。スイカはやっぱり美味しいぞ。種種どこまで飛ばそうか。食べれるところは赤いぞ。皮まで食べたらキリギリス。多分これもあるんだろうな。やり込み。ボク君、ゆっくりコース合格。ゴム飛びしよっか。どのくらい難しくしよっか。でも早くがあるんだろうな、これの上が。
じゃあちょこっと早くやるからね。はい。タンバリンの音に合わせてリズムを取って丸ボタンを押すんだよ。はい。せーので、はい。スイカはやっぱり美味しいぞ、種種どこまで飛ばそうか、食べれるところは赤いぞ、皮まで食べたらキリギリス。よっしゃ、オッケー。ボクくん、ちょっと早くコース合格。やったー。なんで夏休み中こっちに戻ってきたの？あのね、みちはこっちに親戚がいるんだ。休みの間だけそこにお世話になってんのさ。そうなんだ。じゃあ僕と同じだ。みちちゃんに聞いてんだけどな、毎回毎回思うけど。せっせっせってやる？せっせっせできるかな？やる。じゃあ始めるよ。タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押してね。オッケー。せっせっせーのよよよい、アルプス一万尺小槍の上でアルペン踊りをさあ踊りましょう。ララ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 、ララ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 ラ。ヘイ。ちょこっと間違った。最後。なかなかやるね。最後。最後、最後あるんか。最後、もう一回、もう一回、もう一回でいける、もう一回でいける。せっせっせってやる？これもう一個難易度上がんのかな？じゃあ始めるよ。タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押してね。はい。せっせっせーのよよよい、アルプス一万尺小槍の上で、うわっ、マジだ。あれ、集中力どひゃ、うわっ、かなり間違っちゃったね。ごめんごめん、みっちゃんごめんごめんごめん、もう一回だけ、もう一回だけ。みっちゃんごめん、もう一回、もう一回だけ、もう一回だけ。せっせっせーってやる？じゃあ始めるよ。タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押してね。せっせっせーのよよよい、アルプス一万尺小槍の上でアルペン踊りをさあ踊りましょう。ララ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 ラ、ヘイ。よし、ボクくん、のんびりコースをのんびり合格。よし、のんびりコース、まだある、これまだあるやつや。 Thank you。 お夕方だべさ。今日は天気がいいし、運も良さそうだべ。なんかあったもよ。さてと、船に乗って向こう岸へ渡るべか。お願いします。じゃあ行くべ。ほらよ、足元に気をつけて上がってこいや。はーい。おじさん、ありがとう。なんもさ。どこ行ったら一番早いんだ。あ、でも前に一直線か。そうやね。おばちゃんとこ行こう、直接。こんにちは。こんにちは。僕、いくつさ？10歳。だったらもうお兄ちゃんだね。僕、もう少ししたら弟か妹が生まれて本当にお兄ちゃんになるんだ。そっかい、そりゃあめでたいね。うん。
それにしてもおじいちゃん、ここに何しに来てるの？実は私も前から気になってたんだわ。あんた何しに来てんのさ。おじいちゃん恋してるのかな。時間的にまだあるな、余裕が。いなさそうか。お、めっちゃなんか増えたよ。でっかいのいないかな。お、ビッグ。小見筋のビッグだ。いいっすね。あ、ニューいた。ニューいるじゃない。よし、エゾエンマコオロギ、いいっすね。よし、なんかいるかな。何かいるかな。なんだ。やったね、三山さんか。三山さんはいらんな。何かいるかな。もう一回ぐらい大丈夫。なんだこりゃ。なんだこりゃ。なんや、三山さんや。よく見るがな。小見筋のビッグ、どっちがでかい。後で見よう。でかい方を方法にしよう。コミスジビッグ多すぎ。あ、でもさっき60やった。ここの蝶々とかって捕まんの？捕まる気配ないんやけど。何もおらんのかな。お、めっちゃおる。1匹ぐらいビッグいませんかね。1匹ぐらいビッグいてくださってもいいんですよ。おらんわ。ザブーン。よーし、エンマコオロギもういない。何も、あ、なんかいた。もう何もいない。よし、オッケー。今何時？行って帰ってきて。
ああ、無理か。ミスったら虫取りできん。ちゃ虫相撲できん。お、来た、キング来た。緑しじみ、キング、ウェイ。いいっすね、キングが来たよ。あ、虫相撲やんのかい。おう、ギリギリだけどすまんな。へへ、わやにしてやるぜ。お願いします。私もやるよ。今日はマグナムから出そうじゃないか。最初は僕からさ。げ、強そう。あ、僕持ってない。チェンジするべ。俺持ってないぜ。緑、チェンジ。ごめん、持ってないんだわ。なんでみんな持ってないのよ。持ってないみたいだべさ。なんで誰も持ってないの。じゃあ、これにしよっと。うわ、出た。待ってね。出た、やばい。トランポリンされない前。そうそうそう、やばい、危ねえ、トランポリンされそうになった。あれ、私の負け。危ない危ない、トランポリンで前負けたから。この分負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。ガンバガンバ。お、瑠璃星だ。よし、行け。瑠璃星髪切り。おお、なになになに、今の何。怖い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 。いた、僕の勝ちなんだわ。二段突き。格闘家だった。武闘派だ、あいつ。やべえ。せやんなぁ。よし、行け！ HP が短いっていうのがちょっとやっぱそこでアダになってくる。痛えな、めっちゃ減るやん。うわ、まずいっしょ。行け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 、ガブリオリだ。痛い！やばい。まずいっしょ。強くないか、あいつ。攻撃的。やば、ボロ負けだ。ボロ負けだわ、今日。じゃ、したっけ、したっけ、バイビー。バイビー。そんじゃ、僕くん、また虫相撲をやりたくなったら、呼んでね。はい。ボロ負けだった。お、アキアカネだ。アキアカネゲット。まさかのアキアカネまだ持ってなかった。でかっ。うん、ゴム飛びしよっか。今日はもうしないよん。お、ツバメシジミビッグ。いけたっけ。たくさん川が流れて、その向こうに中が見えるような気がした。この中入れんのかなぁ。あ、こんなとこがある。わぁ！でっかい魚いたぞ、そして。なんだあれ。
あ、ニューだ。なんだ？おー、L 盾。あ、でっかいのいるなぁ。あいつなんだ？ミミズ。このでっけえのなんだろう。そう、君君君。わ、お腹すいたろ？もうご飯だよ。はい、びっくりした。あ、ラーメンだ。じゃ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかやってる。下だな。あれ？なんでみんなここにいるの？夏の終わりになると焚き火の火が恋しくなるんだ。なんで焚き火の火が恋しくなるの？なんでだろうね。なんで焚き火の…なんで焚き…なんで…なんで…ダメだ、誰に喋っても同じだわ。呪文か何かかな。
なんでたダメだ呪文家のようになんでだろうねって言われるわ。久々にお風呂入ろうっと。じゃ時間があるから。お風呂に全然入れてないんだよな。やば、6日前だ。全然入ってねえ。よいしょ。OK、久々に服も着替えるか。洋服。あったあった、これだ。ああ、す。ワンちゃん。よし。黄色い服。そういえばさ、服もらえるとかうんたらくんたらあったけど、あれはどうなったんだろうね。ねーねーもーころーりーよのころーりーよーぼーやーは良い子だ眠れしな。それにしてもうちの子はなんてめんこいんだろ。今日は何ラーメンでしたか。味噌ラーメンな気がするな。今日の晩ご飯はシャキシャキもやしのたっぷりのった味噌ラーメンにナスとワカメの炒め煮をちょこっと添えて出しました。夏だってたまには熱いものを食べてみたくなるっしょ。うん、僕くん大正解でした。もやし入ったラーメン久々に食べたいな。今日のニュース、最初は変動相場制の話題です。今回のニクソンショックによって外貨は変動相場制へ移行することがほぼ確実となりました。全然何残っちゃおうかね。この家涼しくていいよね。うん、でも冬は寒いんだ。どこの家でも隙間風が入らないように窓の外側にビニールを貼るんだよ。へえ、そうなんだ。ねえ、花歌っていいとこっしょ。ここの名前だっけ。そうだよ。花歌って花歌みたいだね。だからいいんじゃない。なるほどね。赤いワンピース、特に何もないのか。あ、なんかあった。わあ、アラブ。こんばんは。アラブ首長国連邦やったっけ。今日は広島で行われた広島対巨人の試合の模様を実況を中心にハイライトでお送りします。あったわ。ないと思っとったね。広島球場は大いに盛り上がっております。広島対巨人の17回戦、試合は5回の裏に入っています。さてと、エルタテハ。エルっていうのは英語のエルだ。羽の模様の名前が由来。小さいやつでも M や S にならないよ。安心してね。どこがエルなんだろう。あー、エル。確かに。ハートみたいにも見えるけどね。秋やかね。夏の間は荒野で涼んでるんだ。羨ましい。秋になると、お腹を赤くして、みんなで山から降りてくる。おノコギリカミキリ。ノコギリみたいな触覚だけど、これはオスだけの特徴なんだ。メスの触覚、メスの触覚はもっとシンプルなんだよね。へぇー。エゾエンマコオロギ。パッと見はエンマコオロギに見えるよね。顔が黒くてリーリー鳴くのがエゾエンマ様の特徴なんだ。へぇー。
エンマコオロギ。エンマ様に顔が似てるからこんな名前になったんだ。コロコロリーの鳴き声からは考えられないことだよね。ツバメシジミ。ウラジャーノメ。丸い模様がたくさんあって、はっきりくっきり並んでいる。じっと見つめていると、ぐるぐる目が回る。あー、回れ回れやね。うん。でっか。大カマキリ。いきなり会うと構えちゃう。相手が誰でも喧嘩を仕掛ける。乱暴者の虫なんだ。気をつけないと怪我するよ。銀一文字せせり。名前の由来は銀一文字。よく見りゃ羽の線がある。前後に羽をぴったり揃えて、なかなかお行儀いい子だね。あ、びっくりした。キリギリス。キリギリス。ギーッちゃんと大きな声で鳴くけれど、なぜかなかなか見つけられない。音の場所を探してもそこにはいないミステリー。へへへへ。仮面ライダーの顔。少量バッタ。メスの体はバッタの中で一番長く、オスは半分ぐらい。へぇ、羽をこすってチキチキって鳴くのはどうやらオスの方らしい。へぇ。ゴマシジミ。幼虫時代をアリの巣ですごく過ごす変わった蝶がゴマシジミ。へぇ、孵化した後は、一目散で巣から逃げ出すらしい。さようなら。へえ、そんなんもいるんだね。あとどれぐらいだろう。結構埋まった気するけど、あと半分ってところかな。緑のブースのところは結構埋まってきたね。緑なんだろう。さあ、怖いな、絵日記。できてるかな。はい。おー、よかった。あ、そっかそっかそっか。8月12日木曜日晴れ。ガラス工房の居候、はるみちゃんはいつの間にかいたんだよ。昨日まではどこに隠れてた？